何よこれ、私にそっくりじゃない？これは…こんにちは。その、私、初心者なんですけど、いいですか？はじめまして。もしかして、君もニュービー？よかったら、一緒に探索しないかい？マスター、大変です！イツキとクレハが二人いますわ！こういうゲームって初めてなんですけど、私、一生懸命頑張りますから！みんなで力を合わせれば、どんな強敵にだって立ち向かえる。銃の音にはまだ慣れないけど、でもここなら強くなれると思って。仲間と力を合わせてボスを倒すと最高の気分になるんだ。ダメです、会話が噛み合いませんわ。これ多分 NPC よね、例のエネミーアファシス。フィールドに NPC が出現するなんてあまり聞かないけど。でもなんでレイちゃんじゃなくて私にそっくりなの？僕は強くなって、君の、みんなの役に立ってみせるよ。これはつまり、アファシスが私たちをコピーしてるってことよね。コピーした上でエネミーになってるってこと？私も、もっともっと強く！それにしても、自分を客観的に見るなんて、ちょっと…違う！あれは僕なんかじゃない。あら、そうなのですか？ソード系はエネミーに近づかないといけないから、私には難しいかも。ソード系が苦手。それにあの装備。この世界で一番大事なのは仲間を信頼するってことじゃないかな。いつきさん。なんでもない。それよりほら、向こうは戦闘態勢に入ったみたいだよ。ではマスター、ご準備を。戦闘開始です。エネミーだ、注意しろ。すごい、やるじゃない。嬉しい言葉だ。能力追加、グレネード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 。まだだ！君たちってすごく強いんだね。よし、もう少し修行して出直してくるよ。待て！逃げるな！なんてことだ。はあ、やりにくいエネミーだった。なぜやりにくかったのですか？言ってることや装備が昔の自分と似てて、自分自身と戦ってるみたいで。へえ、僕は全然似ていなかったけど。いつき、どうしました？何？別に何もないよ。とにかくあのアファシスは殺さないと。外見だけは僕に似てるし、変な噂でも立てられたら面倒だ。急いで追いかけよう。一刻も早くあれを消し去らないと。うん？